バスが出てきますんで、はい、まだいいですよ。だからね、ウィンカーを左に上げて、はい、アクセル離して、進路変更とかの感じですよ。でウィンカー消して、終わりっていう感じ。なんか進路変更って、なんかこういうイメージじゃないですか。そう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 ですね。急にこうキュッて入らんといかん。はい、どうぞ。もう全然車、後ろは来やらへんですけど、で後ろは誰もいないですよね。アクセルを見ながら、ウィンカーを右に上げて、ギューッと踏みながら行くみたいな、ウィンカーを消すみたいな。左折。あ、はい。ですよね。はい、まあ、でも、さっきお店から出るときに左行くって曲がってる。それよりかは全然角度が緩やかです。緩やかです。うん、だここもこうやって 見とくんですよね。はい、先に、あ、道あそこあるんだみたいなことですよね。うんうん、はい、どうぞ左に戻ってゆっくり方向見てたら、うん、そっちに行けるっていう感じですよね。そうそうそう。でウインカー左に上げてちょっと反対かしてこうやってシューンってやっとくと後ろが抜いていきはるみたいな。で右ウインカー上げてアクセル踏んで、はい、どうぞよいしょ、はい、どうぞ。161、はい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 、ワニの方は、はい、ワニから近江舞子にかけて行ってたと。はいはいはい、161の下道の方でしょ。下道っていうか高速の下の方、はい、はいはい、他にさっき走ってた線と線の間より広いですよね。はい、ああ広いです。走りやすいですね。ああいう細さはないのでね。
それは結構ね、あの皆さんのペース早いんですね。深呼吸がないような能動みたいな感じですよね。でここは比較的に左側にいっぱいこう余地があるから、なんかうわーっとこう速いなーっていう車があったら、ウインカーを左に上げてちょっとスローってこうちょびっとだけ寄せてたら、みんなピューって言って出ていきはる。あと161はね、あんまり避けるのがないですよね。そうですね。左折 30m なんで、だいたいここって僕が言うところで上げてもらっていいですかね。はい、左ブレーキ、はい、止まれの線のところでしっかり近づいてもらっていう、もうちょっと、はい、OK。でじわじわ、何もなかったらじわじわ、はい、いいですよ。そこまでスーッと出ると確認しながらね。でそれもうちょっと巻いていいですか。でこれでいけるっていう感じですね。スーッと止まって何もなかったらブレーキをスッと緩めると、スーッて巻いくでしょ、はい、で迷惑にならへんとこまでシューッて行っといて確認しながら、はい、行ってるとなんか滑らかにシュッとこう出れるっていうイメージ。でここスーッと回す。案外難しくて、はい、あの真正面見ちゃうんですよね、こうね、だから一回でもこう一個方向、ああこれぐらいの角度やなみたいな、線の曲がりがこんなんやなとかね、少し走ってから今度はね、右に初右ですね、はい、初右折をしてまいりますね、はい、
あの信号、今黄色になって、あのもうちょい先の信号を、あ、救急車と同じですよ。あそこから右に曲がる。まだまだ。で、ブレーキ。はい、右の街。で、中央線に寄せとく。そうそうそう。で、なんか習ったでしょ。習ったような。右折をするときは、はい、うん、中央線に寄せるとね。だから前の車とかがなんか中央線にグーって寄っていってんなって思ってたら、うん、ああもうすぐ右に曲がんのちゃうかなとかね、うん、なんか左に寄せててなんか左曲がん、うん、なんか止まるのか、うん、なんかあの左曲がらはんのちゃうかなみたいな予測ですよね、うんうん、一応そういうルールね、うん、で、右折する時の確認なんですけど、うん、右折する時の確認は対向車と横断歩道型を歩行者ですよね。でブーンって走って今対向車があの1台が誰かいますか？いないです。いないですよね。うん、ではい右に切って、はい、でアクセル踏んであと歩行者も誰もいらへんからそのままブーンって行って、でおじいちゃん自転車やるから、はい、そっち行っといて、うん、で車線を変えるんで加速。